小ブダムは、長野県下稲郡松川町と上稲郡、中川村との境、天竜川、水系小渋川に建設されたダム。高さ105メートルのアーチ式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水による天竜川の治水のほか、下稲郡の農地への考えと、水力発電を目的とする、国土交通省直轄の多目的ダムである。ダム湖の名は、小ブ湖という、 建設省は、天竜川の治水を図るべく、1959年、三部川に三和ダムを完成させた。これにより、カミーナにおける流境は改善されたが、小渋川が合流して、以降、下流方面の治水整備は遅れていた。その最大の原因が、小渋川である。小渋川は、南アルプスの赤石種だけを水源とするが、この地域は屈指の土砂崩落地帯であり、大量の土砂が、 小渋川を通じて天竜川へ流入していた。これにより河川の流下能力は阻害され、特に安岡ダムの急激な大差の最大要因ともなっていた。これが稲盆地下流域の水害の原因ともなり、特に1961年6月の梅雨前線豪雨通称36災害では天竜川が稲盆地で 湖水さながらの氾濫を起こし、飯田市等に深刻な被害をもたらした。これを受けて建設省は、水害の最大要因である古渋川の治水を図るべく多目的ダムを建設する計画を立案したのである。こうして、古渋ダムは古渋川総合開発事業の一環として1961年に建設が開始され、1969年に完成。 コシブダムは、天竜川水系では、初のアーチ式、コンクリートダムである。コシブ川は、コシブダムより、下流およそ 5.1km 先で天竜川へと合流する。コシブダム完成以来、出水などを理由とするダム放流中を除き、その区間は、水のない状態が続いていた。また、コシブダム湖より、上流、幾田ダムまでの1 7トルの区間も、 また、無水区間となっていた。この無水区間を解消して、河川環境を改善を図るコシブダム水環境、改善事業の一環として、生田ダムより、毎秒0.7立方メートル、コシブダムより、毎秒0.72立方メートルの水が常時、放流されることになり、2000年4月より開始された。これによって、無水となっていた区間に再び水が戻り、 河川環境が改善されたことで、水生生物の増加を確認。河川利用者数も、事業着手以降増加し、事業目的の一つでもあった、レクリエーション、教育の場の提供も果たしている。生田ダム。コシブダム上流に建設された中部電力の水力発電用取水ダム。2000年度より、シブダム同様に、河川維持放流を行っている。 天竜川水系最大の土砂流出河川である小渋川をせき止めた小渋ダムであるが当初の予想を上回る多量の土砂がダム湖に流入している。急速に進行する大差によりダムの洪水調節機能に支障をきたす恐れが出てきた。これを受けて国土交通省は2000年よりダムの機能保持を図るべく小渋ダム施設改良事業に着手した。 三輪ダムと同様に、ダム左岸部に全長 4km の廃車、バイパストンネルを建設し、廃車促進と大差除去を図るというものである。バイパストンネルの建設工事は2009年に着手、2016年に完成した。本格的な運用開始は2019年度以降の予定である。三輪ダム。 天竜川ダム統合管理事務所で、コシブダムと共に管理運営されている。中央自動車道松川インターチェンジより、長野県道59号松川インター大鹿線を、大鹿村方面に向かって直進すると、コシブダムが見えてくる。緑色に塗装された放流設備や、キャットウォーク、ダム岩川中腹から立ち上るエレベーターが、特徴的である。ダム湖は、 コシブ湖と命名され、完成翌年の1970年には、天竜コシブ水系県立自然公園に指定された。コシブ湖はその漁業圏をダムを管理する国土、交通省が所有しており、通年無料で一般開放されているため釣り客に人気である。ただし一部の魚類は生育のための禁漁期間が設けてあるので注意。釣れる魚の種類と時期、よく釣れるポイントなどは、 コシブダムインフォーメーションセンター付近に看板が掲示されている。なお、コシブダムより上流の四徳川と下流のコシブ川は天竜川漁業共同組合の管理地であり、同組合が発行する漁業観察が必要なので注意。右岸にあるコシブダムインフォーメーションセンターは2003年に新しく建設された建物でコシブダムの歴史と現在の姿を知ることができるほか、 周辺自治体の情報提供も行っている。また、一般向けのダム見学会などが開催されるときは、受付窓口にもなっている。会館は、年中無休だが、午前8時から午後5時までとなっているので注意。インフォメーションセンターから続くダム、包みいただきは、見学が可能で、そのまま、包みいただきを通って、トンネルを抜けた先の左岸には、 天竜川ダム統合管理事務所がある。なお、小部ダム左岸の地籍は、下稲郡松川町だが、ダム管理事務所の敷地のみ、アクセス等の問題から、中川村大草地籍となっている。右岸の高台には、展望台が設けられており、小部ダム、小部湖を見下ろせる。周辺は、景勝地、小渋橋となっており、中川村には、小渋井温泉、大鹿村には、 カシオ温泉が有名である。ダム直下には、コシブ湖より取水した水で発電している、コシブ第一発電所がある。同発電所で利用された水は放水路から、同水路によって天竜が若島で導かれ、その先のコシブ第二発電所で、再び発電に利用される。コシブ第二発電所となりにも、水力発電所があるが、これはコシブダムより、 上流の生田ダムより取水した水を利用している中部電力の生田発電所である。シブ第1、第2発電所はダム完成当時から運用されているものであるが2000年にシブダム水環境改善事業の一環としてシブ第3発電所が新設された。これはシブダム下流河川維持放流水を利用したものでシブ第1発電所直前の水圧鉄管より 取水しダム直下に放流している。コシブダムは現在、天竜川ダム統合管理事務所によって、同じく天竜川水系の三部川に建設された、三輪ダムとともに総合的な管理が行われている。同事務所ではウェブサイトを通じて、コシブダムや、三輪ダム及びその下流に設置した、ライブカメラの映像や、数々のダム関連資料、さらに二ダムの流入、放流、 貯水状況などのリアルタイムデータを公開している。また、コシブダムではダム周辺環境維持のために伐採した樹木や出水でダム湖に流れ着いた流木を回収してチップに加工し定期的に無料を提供している。誰でも連絡不要で自由に持ち帰れるが集積場所がダム付近の一場所に決まっているため自身で直接取りに行く必要がある。 また集積場所への道路が非常に狭いので通行時の注意は欠かせない。2012年、国土交通省中部地方整備局は、コシブダムへの危機管理対策施設の設置事業として、管理事務所の脇にヘリポートを整備した。周辺は、キノコや山菜が豊富に採れる反面、急斜面や切り立った断崖が多く滑落事故や、遭難事故が後を絶たない。また中川村側には、 オートパーククワというモトクロスもありライダーの転倒事故が年間複数件発生している。コシブダム周辺の道路もカーブが多く、道幅が狭い道路もあり、通行に不慣れな県外車等の交通事故や道下への転落事故も発生しているため、このような周辺で発生する救急事案の搬送に関して、 迅速に対応する支援施設として建設され、長野県のドクターヘリの着陸指定ヘリポートとして認可登録されている。ありがとうございます。